じゃあワクチン打ちますね。ちょっと先に目薬だけ、はい、これは蜂酸とヒアルロン酸が入ってる目薬で、蜂酸って目を洗うんですよ、はい、これとこれ帰る時この目薬出しますから、はい、1日3回ぐらい目薬してください、はい、でこの涙がこうなってるのがね、うんうん、もうおやつ食べる、目がこうあるじゃないですか、はいはい、ここから涙作られるんですね、はい、で目のここにちっちゃな穴があって、うん、下手な絵だけど、うん、この涙管っていう涙の管がね、はい、鼻に抜けてくるんですよ、うん、これがまあ合体してね、うん、鼻に抜けてくる。でちょっとさ鼻短い子はさ、うん、これがちょっと曲がってんだよね、うん、でこの涙管がその詰まりやすい、狭窄、狭くなってね、うん、詰まったり、それがもっとひどいと閉塞、完全に詰まったりするんです、うん、でそれで、まあ、これ弱い目薬なんですけど、蜂酸って目を洗うときに使うんだけど、弱い殺菌作用もあるから、あとヒアロン酸が入ってるから、それでちょっと洗い流してあげる、うん、そうするとここが通りが良くなってくれるとね、涙液が減ってくる。これ先生現在はどうすればいいですか。赤いのか、赤いのはもう伸びてきてから切るしかないよね。あ、伸びてきてから、うん、だからこれ もうちょっと、そうそう、これをちょこちょこね、でこの時にご褒美やりながらね、またちょっと、はい、ごめんね、どうぞ、口食べていいよって、もうガツガツしてる、ね、朝10食べてきたんですよね。何時に食べたんですか。今日朝7時ぐらい、7時ぐらい、めっちゃ食べてるね。はい、はい、じゃあ狂犬病のワクチンをちょっと打ちますね、はい、で狂犬病のワクチンはさ、狂犬病にしても実践版にしても、例えば僕らのインフルエンザのワクチンですけども、一番困るのはあのアナフィラキシーって言ってね、うん、打って5分以内にさ、うん、血圧下がっちゃう、それで下がっちゃう、血圧が下がっちゃう、下がっちゃう、そうするともう口の中真っ白になって死んじゃう。そういうことがワクチンは、どんなワクチンでも起こります。確率的にはもう 1% ぐらい、0.01% ぐらいなんだけど、だからまあその打った後の予想は私が見てますからね。で見ててすぐ手当てすればそれは大丈夫なんだけど、打っておくとそのまま本当に、先生ワクチンってさ、コロナのワクチンも人間の人が何人も死んでるっていうよね、うん、同じだね。そうだからアナフィラキシーで亡くなってる場合もあるけど、ちょっとコロナの場合は特別で、うん、あの RNA ワクチンだから、うん、今までそんななかったんですよ、うん、初めてのタイプのワクチンだから、うん、だからやっぱりなんか有害事象複数が出やすいかもしれないですね。テレビ4つもやってるの、うん、やってますよね、うん、だから私はコロナだったりとか、うん、私は打たんかったんだよね。打たなかったの、うん、ちょっと待って、なんで先生打たなかったの。いやだから気持ち悪いから、もうおざらしてもいるんだもん、うん、お医者さんなのに帰ってお医者さんでそういうことが分かってる人は、ね、打たない人が結構嫌な気がするんですけど、俺も打たないことずっとやってたんだけど、うん、ちょっと首にしてるんですよ、人々に聞くと打った方がいいとか言われてるでしょ。あの政府からで、はい、じゃあ注射打ちますよ、ごめんね、痛い痛い、はい、終わった、あなた、あなた先生これ打った後散歩とかまだしてないんですけど、あ、今日はまあやめといてもらって、うん、で一般状態変わりなければね、明日以降は行っていいですか。うん、やっぱり今日痛かった痛かったね、で、この子が好きなんだね、痛かったね、今日はやめて明日からやるんだ、散歩、はい、でこれ歯磨きと、あの食べていい歯磨きとね、歯磨きと一緒なんですけど、食べちゃう痛かったのかな、痛かったのかな、はい、ごめん誰が悪いかな、先生が悪かったかな、これ美味しいよ、先生悪かったかな、はい、食べた、誰が悪かった、誰が悪かった、チクエさん、よし、じゃあちょっとあとさ、チクエさんの誰が悪かったの、ケアのことで少しね、うん、そのとこは大丈夫、ちょっと足の裏の腱だいぶ伸びてますんで、あ、そうなの、うん、ちょっと切ります、トリミング出すでしょ、そうそう、こういう足の裏の毛とか切ってくれるんですよ、これあのよく先生いつ頃トリミングしたらいいの、まだ、あ、リステンバーのワクチンが終わって、それあとあとフィラリアとか伸びとか、うん、
生中の薬をやってから、うん、全部終わってから、そう初めて、ね、半年ぐらいしてからやね。いや半年もしなくて、半年もそのままだ。だからこれで1週間経ったら実践場のマスク打つじゃないですか、うん、それであと1回ね、血液を取った方がいい、うん、で血液で全身の状態とあと左矢の検査をやって、うん、それで大丈夫だったら、うん、左矢とかその寄生虫の予防の薬食べるやつかこう垂らすやつをねやって、そしたらもうトレーニングする。それで一月後でしょ。それって何がこの子ワクチンを打ちに来るの？いや1週間経ったらもう一度もいいですよ。あ、そうなの、うん、こっちは生ワクチンじゃないから、実践場の今後はね、生ワクチンが入ってるからちょっと1ヶ月ぐらい空けた方がいいんだけど、だから先に胸筋病を打たせてもらったんですね。あ、先生のと言うこと違うね、うん、俺とこカイズホームのあのあれは、うん、2回ワクチンを先に打つんだって、うん、でその後胸筋病を打ってた、うん、すごいね。ちょっと伸びてるんですよね。先生この子さ、足をよく噛みにくるのね。あ、人間なんですよ、うん、それはね、エネルギーが余ってんですよ。あ、そうか。もっと遊んで、もっと遊んでっていうか、だからそのエネルギーを消費した方がいいんだけど、どうせ消費するならしつけで消費した方がいい。あ、でしつけのやり方もちょっと話しますからね、うんうん、あ、そうなんだ。これちょっとやってもらっていいかな。そっちで、で 黒でやって、はい、こっちでも話する。ちょっとそれで、そしてちょっと足の毛と、うん、それ